あんたずっとおるけど暇なの？え、もうアイカよ、もう暇や、暇や、暇や年末年始で、いや、ちゃんと乗ってくれるんやったらもう、はい、どうもこんばんは、あきりです。はい、どうもこんばんは、ゆうじです。いや、それ運転手な運転手です運転手ですもおかしいキラーンの子です。はい、ということで本日は12月29日、今日はなんとさなちゃんバースデー。いや、はい、ということでさなちゃんがバースデーなので、今からバースデーといえば何がありますか？韓国では広告マシャー合ってますか、ゆうじ先生、その専任。はい、ちょっと今僕余裕ないんですけど運転してくれてます。あの、いろんなとこ回るから今日言うて2カ所だけど、まずはカフェですよ。まあ、僕もカフェやりましたよ、モモリカフェ。寝てくれ悪口だけはやめろカフェに行きたいと思います。でね、今回はあの私のチングです。チングのチングが出してるカフェ行ってきます。港崎ジャポンですね。ジャポンが出してるサータンのあのセンイルカフェ、カフェの方に行ってカップホルダーもらってきて。でもね、今あれだよね、3段階だから中には入れないもんね。入れない、入れない。あ、そうなん、無理よ、待機はできないじゃん。そう、カフェとか全部さ、机上げてさ、だからカップホルダーもらいに行くって感じだよね、買いに行くって感じなんで、それして車の中で飲みつつバス停を今回見に行きたいと思います。あ、本当はね、ホンデの方にもあのジャポン出してたんだけど、はい、あの遠いから。ホンデ行きや、ワイの家やって、めんどくさいって。なんで言うん、庭やから。大丈夫、俺は昔住んでたから庭やから。どこ、どこ見てこようか見てこようかって、あ、じゃあ本田駅の高速なんちゃらの方、あー、空港、家近い方や。そうそうそう、そこのところにあるから、じゃあ撮ってきてください。駅の中、駅の中、デカデカとドーンってさなちゃんがいるんで。で、今日はバス停の方見に行きます。バス停の方が多分近いかな、おそらく JYP の本社近くだと思います。はい、ということで今からカフェの方に行ってきます。ひょびっく A few inches later。 アックジョン、福ちゃんロデオだよね、ここは。そうなんかな。しかも今日雪降ってんの。寒いっすけど。わかる。じゃあユージ先生が案内してくれます。いいね、韓国に住んでる感あるよ。ほら、こういう韓国語とか映すとさ韓国に住んでる感が一瞬にして出てくるよ。いい感じ。しかも雪降ってる。ほら、雪が降ってます。あれっすね、ロース、え、これ、俺がさっきから撮ってたやつ。これ、この赤いやつ。あ、ここなんだ。え、ちょっと行ってみよう。はい、あ、ぽいわ。あ、そうですか。合ってますね。あ、もう音楽がトワイス。あ、本当だ、本当だ。あ、ごめんなさい、地損だということで、ここから音楽がすごいんで、あ、パパッと行って合わせます。はい、で、6 hours later。 おこれ、これはうちにあるやつ。そうだ、ジャポンが置いてったやつ。未だにある。そう、ジャポンがうちに置いてった額縁のやつです、これ。かわいい。もがちは？ジョヌンアメリカーノ。あー、アイスアメリカーノ세개주세요。マカロンセット3개で、ジュアアメリカーノで、アイスアメリカーノ。はい、ということで、はい、帰ってきました。はい、はい、ということで、こちらがじゃらーん、さなちゃんのカップホルダージャポン行ったよーの回ですもうね、誕生日にこういうおたかず韓国ではできるからね。で、はい、ここにね、コットンキャンディーと港崎ジャポン、はい、乗ってます。まあ、二人とも仲良くさせてもらってるんですけど。え、なにこれ、ハートになってる。もうストローハートなってんの。エモ、めっちゃ良くない？そんでね、こういろいろもらったんだけど、まずは、これか、見していいかな、ジャポン。いいよね。はい。これと、はい、これと。お、美しい。なんか、あれみたい。セーラームーンの。そうです、ね。タキシード仮面みたい。バラ持ってるからか。あ、ここのね、あ、かわいいねって。あ、かわいいね。あ、いや、一緒、かわいいね。かわいいねって。え、かわいいねって。ゲル、あー、マジだよ。そしてこれすごくない？それが一番すごかった。セットでなんか買ったらもらえたんだけど、はい、鉄のストロこれすごいよね。そう、鉄のストローもらって、何がすごいってね、これ見えるかな、ほら、港崎サナって彫ってやんの。すげー。
これすごない？えぐない？これ。これはジャポンさんの企画みたいな、ね。そう、ジャポンがやってるやつ。ジャポンとコットンキャンディーさんがやってる企画なんだけど。すごっ。これ1日2日ぐらいしかやってないでしょ、多分。じゃあ、鉄のやつで飲もう。わし。いただきます。わぁ、鉄が冷たくなる。すごか。口が冷たい。近く花瓶にやつらい、これ。すんげぇ冷たくなるよ、これ。マカロン。何がいい？チョコ？チョコリ。わしは、オレオ。これ食べて、次の会場へ。向かいましょう。よし。食べよう。マカロンめっちゃ好きなんだよね。そうなん？うん、甘いもんあんま好きじゃないの。うん、俺日本で食ってた時さ、この部分、この部分っていうんですか、うん、すんげえ砂糖みたいだったんだけど、もうなんかジャリジャリしてた。わかんない。韓国来て、マカロンってうまいんだって知った。それまでなんかこんなんじゃなかった。まあ平塚ねやねえわな。あ A few inches later. デレンデンデレンデンデレンデン JYP JYP はい、ということで来ました。 JYP のここまで来ました。まあだから本当にここの近くなんだね。うん、多分そうっすね。事務所近くで、でここがこうみんな大好き K スポドームとかがある、こっち側がね、あれでございますよ。はあ、あそこに今モモリンがいる。お、待って、上にさ、庭とかあるよ。え、そうそうそう、あるよ。え、そうそうそう、サタン出てこい。あ、こっからこっからサタン出てこい。誰か出てきて。ズームします。いや、めっちゃズームしてんだけど出てこない。いや、寒くて売れないやろ。JYP だって今雪降ってるからさ、ワンチャン雪降ってるっつってこう、誰か出てこい。いいね、久々来た俺。できてすぐ来て、俺2回目かな。おー、来たことあるんだ。来たこと1回ある。カフェも1回食ったことある。あのアイスクリームも食べました。アイスクリーム、アイスクリーム有名じゃなかった？そうなの、うん、うわー、誰か出てこないかな。雪の、うわー、そうなの。 JYP、 JYP の前。おお、サータン、サータン、え、過ぎちゃった。え、あはは、今のはジャポンのじゃないんだけど、ジャポンのは反対側なんですよ。でいい。そう、え、JYP どれ。あ、これだ、 JYP。 あ、サータある、サータある、サータある。誰、誰が出してるやつ、誰が出してるやつだいって。あ、ここ JYP です。 JYP の裏の方に来ましたよ。じゃあここに TWICE ちゃんがいてもろて感じですね。あ、目の前で止まりますね。お、寒っ。うわ、素晴らしい。誰かいる？パクジニョンさん。うわ、すごいですね。エリアコーヒーが隣にありますけど、中にもカフェがあるのでぜひ皆さん行ってください。はい。あ、NiziU とかがたまに動画撮ってたのは。お、誰か出てきたよ。お、誰か出てきたよ。え、脱ぐ、脱ぐ。わかります。確実に出てきたよ、今ここから。いや、まあ、あれじゃないですか、社員さんじゃないめっちゃ左遷みたいなことやってる今。絶対あげられない。めちゃくちゃ左遷ごっこみたいなのしてるけど。はい、ということで、すぐそこのバスターミナルなんで、ユージ先生はいてもろて、いつ動かしてもいいように。はいはいはい。なんで僕がちゃちゃっと行ってきます。てか、めちゃくちゃ多いっすよ。なんでこんな車多いんだ。え、ほんとだ、車だらけ。私はちゃちゃっと行ってきます。サタン、オッケー。ほら、ちゃんとね、いいじゃん。サナの笑顔はいくつもの幸せを生み、港崎ジャパン、サタン。そんでこの裏の方にサタンって、サナの後ろには道ができる。どういうこと書いてんだ。港崎ジャパン。はい、ということで、はい、ということで、人が見てますのが恥ずかしいですが、はい、それではさよならしましょう。さよなら。恥ずかしい、恥ずかしい。おおおお、ガステユギョムちゃんもいます。はい、ということで帰るよ、帰る、帰ろう。それではみんな、バースデー楽しんで、じゃあね。はい、ということで皆さん、サータンの誕生日楽しんでね。じゃあね、サータン誕生日おめでとう。私が代わりに認証ショット撮ってきたよ。じゃあね。